キラーが何それって全然聞いたことないでどうせちょっとちょい役でしょそんなのなんか関係ないさなんかマニアックなこと違うんですどう皆さんこんにちはセピアですさあ今回は上級のラン上級のランお話ししていきたいと思います NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」いやーもうクライマックスいよいよですね終盤に入ってきてますね私も毎週楽しみに見ています本当に面白い毎週もう当にどんな次はね誰が亡くなっていってしまうんだろう誰が戦いで敗れてっていうような感じでねすごくこうもうスリルのあるハラハラドキドキっていう鎌倉時代の前半っていうのはもうこんなにもスリリングサスペンスな時代だったのかなっていうのはね改めてすごく感じてるっていうところなんですけれども 私あの以前北条政子の動画を投稿しましてであれが3月の末ぐらいに投稿してあれを投稿してから半年くらい経ちましたで「鎌倉殿の13人」のドラマもあれからどん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 進んでいって源の頼朝編から頼朝が亡くなっていよいよ北条が主役になっていくっていうようなそんなストーリーに来てますでそして「鎌倉殿の13人」でもおそらくクライマックスとして描かれるであろう事件それが今回の「上級の乱」というものですね ワン、ツー、ツー、ワン。上級の乱、ね、年号も覚えやすい。左右対称です。みたいな感じでね、小学校の社会科の授業以来、言葉はおなじみかなと思います。この上級の乱というものなんですけれども、皆さん、この上級の乱というものが、日本の歴史の中でも、どれだけ、ある意味、異常な出来事だったかということはご存知でしょうか もうね、本当に他に日本史上例がないくらいのこれは異常事態が起こった。それが上級の乱というものなんですね。本当の天下分け目の戦いは関ヶ原ではなくて上級の乱だったかもしれないというふうに今回はこう目打ってまずは話したいと思います。上級の乱というものはですね、朝廷型、そして幕府型、 この二勢力の戦いになっていました。で、朝廷側の親玉が、後鳥羽上皇。あの、小野松也さんが演じられてますね。なんかものすごくオーラがあって、で、すごくね、こう立派。 なんだけれどもすごく腹黒い部分もあるで、いろいろ情報も集めて人脈もあるっていうような感じでですね、なんかそういう悪の親玉みたいな、そういうオーラバリバリで描かれていますね。で、対して幕府方はですね、北条の義時、小栗旬さんですね、そして北条政子。 小池栄子さんです。この二人が中心勢力となって、で、この西と東の争いになるというのがこの上級の乱で、結果を言ってしまうと、これで幕府側が勝つんですね。天皇が負ける。公家の方が、朝廷の方が負けるという、武士が天皇を倒すっていう、そういう他に本当にマジでこれはない。 日本史の中でも他に例がない類を見ない大事件なんですそれが上級の乱なんですねところでこの片っぽの主人公である後鳥羽上皇この上皇っていうのは一体どういうものでしょうかまあただとは言ってもこの今現在ですね2022年くしくも今この上皇という言葉すごくイメージしやすいなじみの深いものになってますねというのも今上皇陛下っていらっしゃいます で帝政の天皇が上皇陛下としていらっしゃってで今のこの令和の天皇のお父さんですね。ということで、まあ、この上皇っていうものは簡単に言うと引退した元天皇これが上皇と呼ばれるそういう人物そういうお方ですね。この上皇皇という言葉で大上天皇 っていう言葉を略して上皇っていう風に言われてますでこの上皇という人物がどういう風に出てきてそしてどうやって権力を握っていったかそこをちょっと簡単に説明したいと思います時は11世紀の後半に遡ります1000年代の後半ですねで、そこよりもちょっと前ですね1000年代の前半中頃ぐらいあの藤原の道長藤原の寄り道っていう 一貫政治をやったっていうね、すごくこう牛耳っていた外戚政治っていうんですね、ああいうの。天皇、自分の娘を天皇に嫁がせて、で、その間に生まれた子供が天皇になることによって、自分は天皇のじいちゃんになって、すごく権力を握るっていう、そういうやり方をやってたのがあの藤原家でした。で、あの藤原の道長、そして頼道。頼道は十円玉の平等院、法堂を建てさせたっていう人ですね。ただ、この藤原の頼道が、 ついにですね、うまく自分の娘と継がせた子供、天皇を生むっていうことができなかったっていう、そういう時が来ちゃったんですね。で、これっていうのは、そういうその血縁関係だけを頼りにして権でを握るっていう、そういうやり方をしてたもんだから、別になんかそのどっかの法律に書いてあるってもんじゃないんですね。なんとなく血縁関係で藤原さんが強いよねって言ってやってたっていう、ただそれだけだったから、だからその血縁関係っていうのがこう途切れた瞬間に、この藤原の 地盤というのはものすごく脆かった。で、それでですね。 後三条天皇っていう、この人が出てきて、で、この人が170年ぶりに母方が藤原家じゃないっていう、そういう天皇が出てきたわけです。よーしと言ってですね、五三条は意気込んでいました。もうこれで俺は藤原さんの顔色を伺わないで、俺の好きに政治をやることができるもんねっていうふうにですね、こう意気込んでこの後三条天皇、まあ、神聖というふうに歴史用語で言いますけども、自分自身で政治を取り行う。そしてまず、はじめにですね、 園生理例というのを出してでこの頃っていうのは荘園っていうのが日本の中世古代中世あたりをすごくひも解く重要なキーワードなんですけどもまあ簡単に言うと自分で持ってる土地ですね私有地、えー、みたいな感じですね。でこの本来ですね日本の土地っていうのは建前上公地公民つまり天皇のものでありその土地は天皇がそれぞれの人に配っているものである。 で勝手に土地を持つなんてことは許されませんっていうのがこれが建前でしたただそこからですね時代が下ることによってかくかくしかじかあの混伝永年資材法とかのねなんかあの流れからですねどん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 人が勝手に自分で土地を持つっていうようなそういう習慣っていうのができてきてたんですねでそういうものをこうバカ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 集めてったっていうのが藤原氏っていうのはあのそういう母体もあるってことになったんですけれどもそういうじゃあ藤原氏が持ってる 私有地、荘園っていうのをなしにしましょうっていうことをこの御三条がやった。で、この結果、藤原氏が持ってた荘園の3分の1が没収された。で、土地がなくなるっていうことはそのまま経済力がなくなるっていうことにつながるこの時代である。ということで、この時期をもって実質的に藤原氏の摂関政治というのは終わったっていうふうにされてます。もう政治の中心で天皇をもしのぐようなこんな牛耳って、この世をば、我がよそとも持ちづけのなんてな、そんなこと とはもう言えなくなっちゃったんですねここでそして世代は次の世代になって御三条の息子白川天皇が即位しますでこの白川天皇が新しくですね陰性というものをやったんですね白川天皇すぐに息子の堀川天皇という人に天皇位を譲って自分は上皇となることにしました で、この白河天皇陰性開始、1086年なんですね。父ちゃんがやろう白河陰性なんつって私は覚えましたけど、これすごいなんか芸術的な語呂合わせですよね。父ちゃんがやろう白河陰性。はい、もう覚えましたね。で、ただですね、じゃあ、なんで白河天皇は上皇になって陰性なんてことをやったんでしょうかだって、天皇が一番権力持ってるはずなんですよ。そんなさ、だってやる必要ないじゃない。 もし天皇でで、ね、好きき勝手にできる自分の思うままに政治をコントロールできるなんていうことになったらさもうやる必要ないんですよ陰性って。なんでで陰性っって始まったんでしょう、ね、考えたことないなあっていう方もいらっしゃるかもしれない。これ実はね一人前のあのご三条この人の出した荘園整理令ってものがもろに効いてきてるんですよ。自分の父親である御三条が 土地っていうのはみんな公のものです。私有地なんて認めませんっていう、そういう整理例を出してます。で、その一代後の自分、さすがに天皇の立場で、こっそり自分のところに土地をどん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 集めて私服を食わすなんていう、そういうことはできなかったんですよ。でも、この白川は結構がめつい、権力にがめつい、私服を肥やしたいっていう、そういう人だった。じゃあどうしようって考えたときに、天皇じゃダメでも、 上皇になっていれば、いや、俺は天皇じゃないっすよ。天皇はあの息子にね、堀川に譲りましたんで、俺天皇じゃないっすよって言って、言い訳がちょっとできるよね。で、そんな言い訳ができるっていう、元天皇ってなった状態で、自分の建てた寺、 がいっぱいあるんですね。白川が建てた寺っていうのがいっぱいあるんですね。その寺に大量の土地をいろんなところから預けさせる。これ寄進って言うんですけれども、寄進させて、で、それによって間接的に自分の私有地を集めるっていうような、そういうやり方をしでいったんですね。で、実質的に自分の土地にしていくっていう、そういうことをやってで、その結果ですね。 この上皇という存在が元天皇、しかも天皇、元天皇の父親であるっていう、そういう権威と、いっぱい土地を持ってるっていう、この所有してる土地の量が多いっていうことで、この二つが合わさって最高権力者っていうようなそういう構図が出来上がった。このあたりから上皇イコール最高権力者っていう、そういう形が出来てたんですね。なるほどと。 で、時代は100年ちょっと経ってですね、今回の主人公の後鳥羽上皇。この後鳥羽上皇も同じやり方をして最高権力として握っていました。ただですね、この後鳥羽上皇は白河とか、あの、後白河とかですね、あの、清盛とかゆると,もとかの脇で出てくる、あの、西田敏之さんが演じられてた、後白河とかとはちょっと違った。あ、ちなみにね、後白河っていうのは、白河の 引退した後の名前じゃないです。これ、白川天皇が引退したら、後白川上皇になるわけではないです。これ、別人です。別にで、ね、こ後の世代で、白川さんがすごく良かったって聞いてるから。私は白川さんの後を継ぐって言って、後白川って言って名付けてるっていう、なんか別人ですね、これ。で、後鳥羽も、あの、この白川堀川の後、止まって人なんですけど。その鳥羽さんが良かったってことで、後鳥羽天皇、後鳥羽上皇って言ってるんですね。で、後鳥羽上皇は。 この白川後白川がもうただひたすら自分の私服を肥やしたいっていう、自分が贅沢をしたいっていう、そういう動機で動いていたのとはわけが違って、言葉上皇には大きな野望があった。それは何かというと、今。 東の方に鎌倉幕府というのがある。なんか武士の奴らが勝手に色々とやってるぞ。もともとこの日本、日の本というのは天皇を中心として全部がまとめられていて叱るべきである。今こそこの天皇、朝廷中心の秩序というのを取り戻したいというふうに思っていた。それが後鳥羽上皇の野望だったんです。だからこうそして、 鎌倉幕府のあの武士の奴らにも匹敵するような力をつけないといけないぞというところなんだけれどもちょっとこの話は後ほどですね一方のもう一人の主人公である北条義時小栗旬さんです小栗義時こちらの状況どうだったか見ていきたいと思いますそもそも 今、我々歴史を知ってます。で、しかも、今回の大河ドラマの主人公が北条義時であるから、いかにも自然に義時が権力を握った。もうそれは既定路線だったんだっていうふうに思いがちなんですけれども、実は北条義時っていうのは、お父さんの時政が本命として後継者として想定している人物ではありませんでした。ね。 ね、あのつい最近ですけれども時政親父を義時は追放するっていう形である意味路線を変えて で、そして自分が時政がついてた執権の座を、まあ、ある意味、奪い取る形で、二代目執権という形になったんですね。だから、本来の筋っていうのは違ったんです。じゃあ、時政、あの、矢十郎パパが、誰を本命として考えていた、後継者として、誰を本命として考えていたかというと、それは、あの、陸。 牧の方ですね。宮沢りえさん。陸との間にできている、北条正則という息子がいました。この人を後継者にしようって考えていたんです。ただ、この人、京都に行った時に謎の死を遂げてしまいます。まだ10代で、若くして亡くなってしまいました。ドラマではね、あの、暗殺されてる、毒殺されたっていうような、そんな描写がされてましたけど。で、それ誰に毒殺されたっていうふうに書かれてたかっていうと、 平賀ガトっていう人物だったんです。これがあの山中隆さんが演じられてるっていうね、なんかもう、ものすごい嫌な雰囲気で出てましたよね。もう、私、あの顔を見るたんびにもう画面の中に手伸ばしてもう引っ張たきたくなるような、もうそんなにもうイラッとするようなね、もうすんごいキャラで出てましたけれども、あの山中さん演じる平賀ガトこの人に、 時政と陸、牧の方のコンビは次の後継者として今正則なき今この人に後継者になってもらいたいっていうふうに考えてたんですね。で、しかもですね、これ後継者って今一口に言いましたけれども正則が生きてる時は時政、野十郎パパは自分の執権の座を第二代執権として正則に継がせたいって考えてたんだけどこの平賀智政はそうじゃないともう 将軍自体をすげかえちゃえばいいんだと。今、源の実朝という将軍です。三代将軍。でも、そうじゃなくて、すげかえて、このと政さんを四代目の将軍にしちゃえば、どん,どん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 俺たちに風が向いてくるぞっていう、そういうここで発想の転換をしてたんですね。 でそしてこの平賀智政、平賀という存在が後々に大きくこれね、を引いてくることになるんですね。ということで、この平賀、一体何者か、今回はですね、ここをちょっとじっくり見ていきたいと思います。そもそももの発端は 源義家という人にあります。この源義家というのは学校の教科書でもやりました「前9年の駅53年の駅」「なあなんかあったね」っていうねあのうちのですね53年の駅の方ですごく活躍してで、ね、ここの源義家がすごく活躍したってことでこれ以降日本の武士といえば源氏だという源だというそういう体制となっていったっていうあの53年の駅を率いた源義家その義家の弟が義光という人その この義光の子が森吉という人でした。つまり義家の甥っ子ですね。この甥っ子の源の森吉という人が現在の長野県の佐久、あの新幹線でいうと佐久平っていう名前でありますね。あの佐久の平賀号 っていうところに本拠地を構えて、ここを中心に活動するってようになりました。で、この平賀という土地を自分の名字として名付ける。で、これ以降この人、平賀森吉というふうに名乗ることになります。例えば分かりやすいところで言うと、あの、基礎義中ね、いましたね。基礎義中。で、そしてその息子が義高というので、ドラマにも、13人のドラマにも出てきてましたけれども、まあそんな感じで、源の義中なんだけども、基礎にいる義中、みたいな感じでですね、平賀 下にいる。森吉っ平賀森吉っていう風に名乗った。これが今度平賀氏の始まりとなります。で、今の長野県です。佐久です。 どういう場所かっていうとですね、まあ今でも長野県っていうと農作物がすごく豊富に取れるっていうイメージはあるかなと思います。で、この時代農作物が豊富に取れるということは、すなわち経済力が豊かであるということに直結します。で、経済力が豊かであれば人がたくさん養え、兵力も大量に養うことが、抱えることができるっていうことでですね、もうめちゃくちゃ強い兵力を持っていた、強大な兵力を持つっていうことに至ったんですね、この人は。すぐに。平賀森吉という いう人がいたで、その平賀守義の息子の代になります。息子が平賀義信という人でした。で、この平賀義信が。 平治の乱。ありましたね。方言の乱。平治の乱。私、あの、平の清盛の動画でこれは詳しく説明しましたけれども、あの、平治の乱。後の方ですね。源の義朝っていう頼朝のお父さんと平清盛が争って、で、平清盛の側が勝って、頼朝のお父ちゃん負けちゃったよっていう、あの戦いですね。で、この平賀義信は、 吉しの方に、源の方についてたんですね。当然、源氏の血筋なんで、源氏の味方をするのは当然だったということで、源氏お父さん、ゆるのお父さんの味方したただ負けちゃったっていうことでですね、逃げ帰るんですね。で、逃げてって、逃げてってですね、この、 最後まで平賀義信は義朝にお父さん、源頼朝の,のお父さんに突き従って、東の上で逃げていくっていうことをやろうとしたんだけれども、義朝は尾張、今の愛知県で騙し討ちにあって暗殺されてしまった。ただ、この平賀義信は、そこからですね、命からがら方法の手で、まあ、細かいことは分かってないみたいなんですけども、自分の本拠地の策へと逃げたんだろうというふうに言われています。 で、その後、かくかくしかじかあるんですけれども、結果、息子の頼朝、ね、自分がさっきまで付き従ってた義朝の息子である、今度は頼朝が、自分が現地の棟梁だって言って、兵士に歯向かうってね、兵士の世の中を終わらせるんだって言って、挙兵ってね、やりました。で、この頼朝の前とに、長谷参じるっていうことになったんですね。で、結果、この頼朝に侵入するっていう、付き従うっていうことになったっていう、そういう人なんですね。で、頼朝は、 この平賀義信のことをものすごく大事にしていました。というのも、自分の親父、自分の父親が最後まで、死ぬまで最後まで付き従ってくれた人なんです。だからお父さんのある意味、命の恩人、亡くなってしまったけれども、命を最後まで助けて見守ってくれてた人なんです。だから、自分のなんかもう義理のお父さんみたいな、そういう感覚あるかもしれないですよね。さらに、 この平賀義信が今度は頼朝自分に従っているぞということになると、これはお父さんの義朝から今、頼朝へと源氏の棟梁の位が家督が継がれている。で、この平賀が従っているっていうことは間違いなくあ、あお父さんからこの頼朝に継がれたんだなっていうことをこの人が意気証人として示してるんですね。で、この平賀がそばにいる。 だからこそ私が源氏のトップであるんだってこう証明にもなってるっていうだからこそ大事にしてた自分の思いと政治的な打算とっていうのが合わさってとにかくこの頼朝は平賀義信をものすごく大事にしていた で、どのぐらい大事にしてたかっていうとですね、この慶喜という人を、源氏一族の筆頭として位置づけます。で、こう源氏一族のことを、文様というふうに言うんですけれども、文様筆頭の座を与えて、で、いろんな御家人が集まるですね、こう首脳会議みたいな場でも、常に最上位の席、最上位の神座の席を、この人には与えていたというふうに言われています。もちろん、北条時政なんか話になりません。もう絶対にこの この人の人方が最上位ですすというようよな感じですねでねさらにこの神っていうのはちょっとこれねこの時代ややこしいんですけれども朝廷つまりあの後鳥羽上皇の側ですね天皇上皇の側が任命するあの国士軍事っていうやつですねいわゆる律令制度に基づいた天皇が任命するというそういうポジション。 ポストっていうのと頼朝が任命する守護自統っていうそっち側の武士側が指名するっていうそういうポストっていうダブルスタンダードになってたんですねでこの武蔵神っていうのはだからこれをだから頼朝が天皇家あの朝廷に言ってあの、ね、平賀さんねすごくこの実力持ってる人で素晴らしい人ですから武蔵神に「いやさせてやってくださいお願いします」っていうふうに口利きをしたんですね頼朝が。 で、武蔵っていうと今の埼玉、東京、神奈川の一部です。だからもう鎌倉にもすごく近いっていう、頼朝からするとものすごく大事にしてた土地なんですね。でそういう武蔵の神をこの平賀義信にさせるっていうことは、どれだけ大事にされてたかという、もう、これ繰り返しになるけれども、頼朝はこの平賀をめちゃくちゃ大事に思っていたということなんですね。で、そしてこの平賀義信の息子に、平賀頼吉という人がいました。で、この頼吉が、今の三重県の伊賀、 あの、伊賀忍者で有名な伊賀ですね。で、伊賀の中に大内という土地があって、で、そこのに主語として赴任することになったんですね。で、これをもってですね、この人、大内。 これよしというふうに名乗ることになります。<laughs> だがね、いろいろ、源だったのが平賀になり、平賀だったのが大内になりっていう形で、どん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 違うんですけど、でもこの大内さん、元太郎と源氏の人ですね。源氏の、優秀正しき源氏の人です。で、これあの西の方の、この人、主任したんですけれども、後にですね、いろんな活躍が認められて、この人、相模の神に任命されることになります。だから、親子で今風に言う関東地方の大事なところの、まあなんていうか、 知事みたいな、そういうポストについたっていうことなんですね。だからこれはものすごいことだと。なるほどと。まあ、こういう親子揃って大物になっているぞ、いうことなんですね。そしてこの平賀家、息子もう一人出てきます。平賀義信、後に引きの尼という、あの、あれであの、引き吉一、佐藤二郎さんが演じられた、あれもね、もう本当に憎たらしいやつだったね。 <laughs> あの、比企能員和、比企能員の、まあなんかその義理のお母さんっていうような感じで、まあちょっと詳細不明みたいなんですけど、この関係性も。あの、草部光子さんが演じられた比企能員ですね。比企能員の娘をこの人、妻にすることになったんですね。 でその引きの尼の娘との間にできた子供こそがさっきも出てきた平賀友政っていう人だったんですねだからさっき言ったこののの弟にあたりますこの平賀友政という人物この慶喜の息子なんですねで、えー、とこの人が今どういう状況になってるかというとですね親父は引きの娘と結婚しています ただ、自分はあの時政真紀の方の娘と結婚してるっていう、そういう状況になってるんです。まあ、この辺のです、ね、経図とか、あとは事件の流れっていうのを私あの、北条政子の動画投稿してまして、ここで結構詳しく説明してますんで、詳しく知りたいという方はこちらぜひご覧ください。でこのだから、自分は北条の娘。 と結婚してる。親父は、企の娘と結婚してるっていうことで、この北条と比企争う、この二大勢力のどっちもの血をついでるっていう,ていうか、か、家族関係、のどっちものファミリーの色がついてるっていう、そういう人だったんですね。で、そんな中で、あの卑義和の乱が起きるということになった。さあ、どうしようということなんだけれども、実はですね、この卑義和の乱の前年に、吉信、お父さんの この妻だった引きの雨の娘がですあそれもあってなのか自分の,そのいろんな政治的な判断だったのかこの平賀智政は比企し数の乱の時は北条方について比企と戦うっていうそういう道を選ぶことにしました。まあ、でも参加させてもらえたんですよね。 だって、ある意味、こう、引きの色もついてる人間なんだから、お前も引き方の人間だろうって言って、う純正法上の人間、時政とか義,義時とかから排除されてても、まあ、おかしくはなかった。あんだけれども、っていうのもあれですよね。例えば、あの、法上義時、小栗旬さんは、ひなっていう、あの、二人目の奥さんいましたね。ほったまゆさんの演じられてたひなっていう、あれ、あの、本当はちょっと、歴史的な名前違うんですけど、ひなっていう名前が与えられてますね。あの人も、 引きの人間だった、引きの娘だったっていうことで、別れることを、離縁するっていうことを選んだっていうことになってるっていう。まあだからそういう、北条と引きは結びつくのはまずいっていうようなことっていうのもね、中にはある中で、この平賀智政は北条側の人間としているっていうことができたんですね。まあそれもこれもなんでかっていうと、北条時政が、 宮沢理恵、りえ、りく、まきの方、この人にめちゃくちゃ入れ込んでたっていうことがやっぱ大きかったんだと思います。その 理恵、理恵の間に生まれた娘の婿なわけですね。娘の夫なわけですね。だからめちゃくちゃ大事にしてた。ね、時政としても思ったんだと思います。これだけ源氏の優勝正しき末裔プリンスを自分たちの側に引き込んでおくということは絶対に自分たちの力になる。時政にとっても、この平賀智政を自分たち陣営に引き込んでおくっていうのはめちゃくちゃ大きな意味があったと思うんですよね。で、 その後、まあ、ここからは簡単にちょっとしゃべりますけれどもあの京都でね畠山重忠の息子の重康と口論になってでそれ詳細はよく分かってないんだけどもカクカクしかじがあってでまあなんかいろんな告げ口したとかなんだとかってありますドラマではねいろんなかかり方されてましたけれどもで結局畠山重忠の乱というのが起きてしまって義時は不本意ながらこの畠山重忠武士の鏡と呼ばれた畠山重忠中川太志さんを一騎打ちでじゃなかったかもしれないけどね手術ではでも一騎打ちで打つということ ことになるそんなちょっとこの鎌倉の中にですねあなんかちょっとあの執権殿の時政殿の最近のご判断はおかしいんじゃないかっていうようなそういう雰囲気も漂ってる中で時政牧の方野獣ローリエコンビはですね陰謀を企むことになりますそれこそがこの平賀友政将軍擁立計画だったんですね。この人を モ様に変えて第四代将軍にしてしまおうというそんな陰謀があった一説ではそれを政子が聞いていた。 どううししましょう義時やばいことになるわよおおよく告げてくれたな姉ちゃんと言ってよしやるかと言ってこの義時がですね自分の実の父である時政追放するっていう、まあ、そういうことをやった、まあ、これがいわゆる「牧師事件」と呼ばれている「牧師の乱」とか「牧師事件」とかっていうふうに呼ばれているやつですね。 でその影響で平賀友政は京都にいる時に義時が放った軍勢によって暗殺されるということになりました。ね、あの山中さんもね最後「俺は将軍になろうと思ったことなんかないんだよ」っつってすごくこうねもう必死にこう言ってましたけれどもでも「問答無用」つって切られてましたね。 ま、この平賀智政本人は一体どう思っていたのか。ああね、24歳、去年、去年24なんです。すごく若いんですよね。あのね、あの役の雰囲気だとなんかこう40か45ぐらいの中年の人かなと思うんですけどもね、24で亡くなってるっていう、結構若いって、本当のだからもう、源氏のもう血筋のプリンスっていう感じなんですよね。で、まあ、ここで平賀の結局プリンス、末裔がですね、 暗殺されててしまったったことでここで平賀はもう歴史の表舞台から消えてしまうのかなと思いきやですねこの平賀氏こそが上級の乱の影の主役になっていきます。 ひらがを理解せずして上級の乱を理解することはできないと言っても過言ではない。だからこそ私、こんだけ時間かけてひらがというものを今日説明してきました。ね教科書だけで日本史、歴史を触ったっていう方は、ひらが何それって全然聞いたことない。で、どうせちょっとちょい役でしょそんなの。なんか関係ないさ、なんかマニアックなこと。違うんです。このひらがはね、本当に大事なんです。 大事なんですめちゃくちゃ上級の乱に大きく関わってくる存在なんです。しかも、まだ平が滅亡してませんよね。いましたよね。まあそんな不良したところで、一方の後鳥羽上皇、一体上級の乱の前、どんな動きをしていたのか、今日はそこの最後、ここを見たいと思います。そもそもですね、朝廷、天皇型っていうのは、 武士とは無関係というふうになんとなくイメージしがちですよね。マロはなんとかアラリートル蹴まりでも楽しもうがとかね言ってね。なんかそういうちょっとなんか風が吹くと飛ばされちゃうみたいな。な全く武士とは関係ありませんみたいな。なんとなくそういうイメージを思い浮かべてしまうんだけども、実際は天皇方も武士というのをたくさん抱えていたんです。武力を持っていたんです。 ことの発端は、またしても白河です。白河上皇が北面の武士という組織、えーの、軍団を組織してました。この白河上皇の御所の北の方角に武士の詰めを置いて、ここに屈強な武士をたくさん集めさせたっていうことで、北面の武士っていうのがここで始まって、まあ、この人がだから天皇お付きの SP みたいな形で武士を集めるってことを始めて、で、その後に後白河はですね、後白河上皇が方言の乱平時の ランって言って天皇の政治の争いに武力を介入させるっていうそういうことをやったんですねこれまでの時代っていうのは今までなんやかんやで天皇とか公家の話し合いで解決してきましたでもここに表だって武士が介入して戦ってどっちが強いかガチンコの勝負武力の強い方が天皇の政治の左右するっていうそういう時代を作ったんですね ちなみに、ここで戦った平清盛も負けちゃった側の源義朝も北面の武士出身の人です。だから、どん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 歴史が続いてきてるんですね。で、さらに次、後鳥羽上皇。今回の主人公なんですけれども、この人、北面の武士だけじゃちょっと足りないなと思って一つ増強してます。そのまま西面の武士。 西なんです、今度は。北だけじゃなくて、西もだっていうことでですね、西面の武士っていうので、さらに武力を増強するっていうことをやっていきました。で、ここでですね、京都に近い、京に近い屈強な武士っていうのをさらに集めていくことになったんですね。で、いろんな人がいるんですけれども、代表的な人に、藤原秀康という人がいました。 でこの藤原の秀康っていうのは和田義盛あの横田英治さんが演じられてるね今実朝とすごい仲良くてね「すごいウリン参りましょう!」って言ってねすごいかっこいい感じで出てきてるもうすぐ義時と戦うことになっちゃうんだよねあの人もなんかそうやって考えるとねちょっとこう悲しくなってくるけれども和田義盛の弟の孫だったかもしれないっていうふうに 言われているそんんなな人なんですねこの藤原秀康という人がですねこの人8カ国の国司を歴任したっていうものすごく実力者だったんですね国司っていうのは神というふうに読み替えてもいいですね8カ国の神を歴任してたっていうすごく実力者がここにいました。さらにですねこの後鳥上皇は 今、北条義時がね、さっきも言った和田の乱で、和田義盛も滅ぼして、いよいよ北条義時が政治も軍事も両方司るって、もうダブルキング状態みたいな感じになってるわけですね。なんかあの北条義時ってやつが好き勝手やってるらしいぞ、あの鎌倉幕府とか行って調子乗ってな、東の方で何やってるかわかんねえな、っ,って、気に入んねえな、あの義時よ、つってこういう言葉が思ってるわけなんですよ。で、気に入んねえな、と思ってるのは、 言葉側だけじゃなくて、義時の近くにいる人間にもいたんですね。なんで北条だけがあんだけ権力握ってんだおかしいよね。だって、もともと源の将軍で始まって、で、それで頼朝様が亡くなって、その後に合議制でやりましょう。13人の合議制でやりましょう。みんなで決めましょうってやったはずなのに、いつの間にか北条のやつが、義時のやつが全部握ってんぞ。なんでだよ面白くねえなーって思ってる。 東側の幕府側のの御家人武士っていいうのもたたくさんいたんですねそういうこの義時憎しアンチ義時の心を抱えてる人っていうのをどん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 引き抜いていったんですね言葉がスカウトしてたんでね「ユうこっち来ちゃいなよ面白くないと思うならこっちにだって武士はたくさんいる君の働き口こっちにもあるよユう来ちゃいなよ」って言ってやってたんだこのね尾上松也さんが「やってたねユう来ちゃいなよ」って言ってやってたんだね でそんないうふうにこうやってねスカウト活動の中で引き込まれていった人っていうのが例えばこの三浦兼義という人です三浦なんですあの山本耕史さん演じる三浦義村の弟ですこの人三浦兼義という人が後鳥羽側へと実はしれっと言っていたさらに一番の大物が後鳥羽側にしれっとまた言っていることになりました それが誰かというと、あの平賀改め大内惠吉だったんです。この人もまた、後鳥羽側へと実は寝返っているという、そういう人になってたんですね。 この人を最初、伊賀に赴任したって言いましたね。だから、この西の方が軸になってるっていう人だったんですけども、その後、各々角しかじかあってですね、中部地方のラインをですね、縦にズバッと6カ国の主語を独占する。今度は主語なんです。つまり、 鎌倉幕府から任命されている方ですね。守護ということは。守護っていうものを、こう、中部のラインですね。ドンと、あの、なんか、糸井川、静岡、高度線みたいな感じでですね。まあ、それよりちょっと西の方なんですけど、こう、バッと日本列島を分担する形みたいな感じで、このラインを独占してるっていう、そういうことをやった。で、このラインがどうなってるかっていうと、幕府側からすると、もしなんか、朝廷側と戦うってことになった時に、最前線の戦力になるわけですね。 逆に後鳥羽が天皇側からするとこいつを引き抜いてしまえば最前線の今度は防衛ラインとして働いてくれるっていうことで実は幕府側にとっても朝廷側にとってもこの平が改め大内が持っていた場所っていうのはものすごく重要な地政学的に重要な場所であったんですねそんな重要人物大物を後鳥羽は 自らの力でですね、カリスマで引き抜いていた。あれれれれと、結構いろんなことやってるんですね。さらに、極めつけは、将軍本人をも。そう。 源の実朝本人をも、どん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 後鳥羽側へと誘っていく。ね。この、源の実朝っていうと、近海和歌集という、そういう和歌にも親しみのあるっていう、そういうね、文化人としてのイメージが強い、そういう人っていうイメージもあるかなと思います。で、それで、ついにはですね、この人、右大臣という、この天皇側が与える、ものすごく高いくらいというのも与えられることになります。ね、頼朝が鎌倉幕府って言ってね、建てるってやった時は、あの、 後白河だとか何だとかって言ってるあいつらが与えるものとは関係のない武士の世の中東の武士の世の中っていうのを作るんだってだから義経が勝手に後白河から関与をもらったってことでお前は逆族だっってすすることになったんですね <laughs> 頼朝は当初そうやって朝廷側天皇上皇側とは一切関係のない独自の政権を築きたいっていうふうに思って作っていたんだけれどもあれ 二代後の三代将軍、実朝は、なんか官位ももらってる。右大臣だとかやってる。しかも、和歌が大好き。なんかなんかちょっと風流雅を目指してるみたいな。なんか二代でだいぶ毛色が変わってきちゃってるぞ。それもこれも、言葉が全部後ろで糸を引いてるわけだ。ね。だって、この実朝将軍を自分のまるで配下のようにしてしまえば、その、 将軍の配下にいる御家人武士たちも当然言葉には歯向かわなくなるってことになりますよね。トップを抑えてしまえば、トップのトップになってしまえば、こいつらが攻めてくる心配なんてないっていう、これはものすごい賢いやり方だ。 まあ、そんな感じで、なんやかんやで、幕府と朝廷っていうのは、なんとなくあいつ危ないかもなと思いながらも、基本的には協調路線というのを取ってきたっていうのが、頼朝なき後の、まあ、てか、頼朝がいた頃からずっとそうだったんだけれども、しばらくの10年、20年くらいの流れだったんです。ただ、この流れっていうのが大きく動くっていう事件が起きました。それが、 源実も暗殺事件っていうね、またこれも大きな事件だった。あのね、鶴岡八幡宮でね、小栗旬さんがこの前のあのトーク番組でおっしゃってましたけども、まさにそのシーンを撮ってきたばっかりだなんてことでね、おっしゃってましたけども、雪の降る。 鶴岡八幡宮、そこで実朝が暗殺されるのであったという、そういう大事件、これをきっかけに、一気に風向きが変わることになって、そしてそこからわずか2年で、上級の乱、ワン、ツー、ツー、ワン、戦いが起きるということになります。この後一体何が起こったのか、そして上級の乱、一体どういう戦いだったのか、ね、上級の乱って名前は知ってるけれども、どんな戦いだったんですかどこで起こった戦争なんですかよく知らないなーっていう方、ぜひぜひ次のパートをご覧ください。 そして、繰り返しになりますけど、この上級の乱ていうのは、日本史上でも他に類がないくらい、ものすごく他の戦い戦争とは異質な、もう本当に異常な出来事だったんです。このことっていうのが後世にどんな影響を及ぼしたか、そこまで次回の動画で見たいと思います。ひとまず今回ここで区切りたいと思います。また次回の続編、後編でお会いしましょう。その日が来るまで皆さんどうかお元気で、さよなら。